団バンジャーボンバーズ、いじりあかりです。菅小由美です。今週もバーあたりとボン小由美いくぜ。言葉がなくても伝えられるということで、ジェスチャーゲームに挑戦します。それではルール説明をします。今回ここにお題が書いてあるカードを用意しました。こちらのお題のカードには〇〇をする、〇〇を食べるという2種類のお題が書いてあります。その〇〇の部分をお互いに伝わるようにジェスチャーで表現していきます。じゃんけんで順番決めますよ。はい、最初はグー、じゃんけんぽい、あいこでしょしょ。先行パンあかり、後攻ボンコ読みでいきます。熱々の鍋を食べているところですか。続いて小由美さんが挑戦です。はい、引っ越し作業。惜しい、惜しいですかね。あ、簡単に考えればいいの。はい、重い荷物を持って運ぶ。次行ってみよう。かき氷を食べているところですか。一番自信あった今。でも最初がちょっと何なんだろうってするぜー。なんか串から食べてる団子。正解はあれ、冷めてるようにしか見えないよ。ホクホク感なかったもん。焼き鳥は冷めてても美味しいんですよ。焼き鳥は冷めてても美味しいんですよ。はい、ジェスチャーゲーム終了しましたが、どうだった。
ジェスチャーで体いっぱい使って表現するの楽しいです。今回は本当に簡単なものだったんですけども、難しいというか細かくというか、誰が何見て何をしたみたいなことをやりたいな。おー、いいね。それまでにはもっと腕を磨いておかないとですよ。はいはい、ということで今週の動画は以上。来週もまた見てください。そうだ、また覚えてください。ごめんなさい。